レッグレーズはウエイトトレーニングの種目の一つ。腹直筋下部を主に鍛える。腹直筋上部にも負荷がかかる。重い負荷で行う場合は腹筋台などで傾斜をつけて行う。レッグレーズ系のエクササイズは腹筋のトレーニングにあまり効果的でないという誤解がある。股関節腹筋群が働くためであるが、それは動作の初期段階で関与するだけで、 その後の可動域では足を上げ骨盤体を回転させることに腹筋が主要な役割を果たす。したがってレッグレーズ系のエクササイズも腹筋を鍛えるのに非常に効果的である。足を胸に近づけることよりも骨盤を回転させることを意識して行う。エクササイズの最中は足を床につけてはならない。腹筋ではなく股関節の屈筋群を使うことになり、 下腹部への負荷が減ってしまうからである。ライングレッグレーズライングレッグレーズベンチに浅く腰掛けて両手を腰の後ろに回してベンチを持つ。足全体を空中に浮かせて上体を後ろに傾けスタートポジションの構えを取る。息を吸いながら膝、股関節を直角に曲げてくる。膝を曲げてくる反動を利用しないように下腹部の筋肉に意識を集中させ 骨盤体を回転させる。膝をなるべく胸に近づけていき下腹部の筋肉を十分に収縮させる。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。膝を伸ばして行うと負荷が増す。シーテッドレッグレーズより負荷がかかるエクササイズである。床に仰向けになって両手を腰の下に置く。足全体を空中に浮かせてスタートポジションの構えを取る。 息を吸いながら、膝、股関節を直角に曲げてくる。膝を曲げてくる反動を利用しないように、下腹部の筋肉に意識を集中させ、両手で床を押すようにして尻を持ち上げる。骨盤体を床から持ち上げたら、膝を胸に近づけていき、さらに腰椎を屈曲させていく。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。 ライングレッグレーズより負荷がかかるエクササイズである。傾斜をつけたシットアップボードに頭が高くなるように仰向けになって両手でハンドルを持つ。足全体を空中に浮かせてスタートポジションの構えを取る。息を吸いながら膝、股関節を直角に曲げてくる。膝を曲げてくる反動を利用しないように下腹部の筋肉に意識を集中させ尻を持ち上げる。骨盤体を 床から持ち上げたら、膝を胸に近づけていき、さらに腰椎を屈曲させていく。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。インクラインレックレーズより負荷がかかるエクササイズである。レックレーズ用の器具の上に上がり、両肘をパッドの上に乗せ、両手はハンドルを握って構える。息を吸いながら、膝、股関節を直角に曲げてくる。 膝を曲げてくる反動を利用しないように、下腹部の筋肉に意識を集中させ、骨盤体を回転させる。膝をなるべく胸に近づけていき下腹部の筋肉を十分に収縮させる。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。膝を伸ばして行うと負荷が増す。サポートレッグレーズより負荷がかかるエクササイズである。足が届かない、高さのバーにぶら下がり、 体幹を安定させる。息を吸いながら、膝、股関節を直角に曲げてくる。膝を曲げてくる反動を利用しないように、下腹部の筋肉に意識を集中し、骨盤体を回旋させる。膝をなるべく胸に近づけていき下腹部の筋肉を十分に収縮させる。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。膝を伸ばして行うと負荷が増す。 ありがとうございます。